皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、6310移籍納期の動画解説をしたいと思います。この銘柄ですね、昨年の12月までは220円のところでね、かなり押されてましたけれども、1月に入ってよく出来高を伴ってですね、220円どころの上値抵抗線をブレイクしてきております。で、1月12日はですね、さすがにちょっと上髭の陰線でね、売りが強いですけれども、基本的に転換線、基準線あたりですね、もしくはこの220円から240円まで近辺まで上げた、この反応し近辺ですね、230円ちょっと割ったところぐらいになりますけども、そのあたりの下げはですね、基本的に買い目線でいいんではないかなと思われます。でなおかつ地高線もですね、雲抜けてきておりますので、反転下がってきてもですね、反転しやすいんではないかなと思われますね。まず目指すターゲットとしてはこの9月の高値249円ですね、あとこの8月の高値257円というのがありますけども、250円近辺がですね、最初のターゲットになります。でここを抜けてくるとですね、昨年の高値と昨年のこの安値ですね、190円がありますけど、ちょうど半値戻りがですね、270円近辺になりますので、250円から270円あたりがね、一つの戻りの目安ではないかなと思われます。順調にこう上がっていけばね、いいですけれども、逆にこの220円を割ってくるとですね、せっかく出来高伴って上げた分が上げが帳消しになってしまいますね。それまで上値抵抗だったやつがね、抜けてきたわけですから、今度仮に下がってきたとしてもですね、下支えにならないといけませんので、220円割ってくるとですね、撤退を考える必要があるかなと思います。もしくはこの昨年の11月からのこの安値からのこの上昇のトレンドラインですね、このトレンドライン終わってくるようだとですね、撤退も考える必要が出てくるかなと思われます。では以上で移籍納期の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。